次に山山夫夫君、はい、立憲民主党の山原育夫でございますあの今日も出ている議論についてあの、いくつかコメントさせていただきたいと思います。えっと、そもそもあの憲法改正の国民投票法については、あの投票に関わるルールと、えー、運動のところで、えー、大きく分けると2つありまして、えー、運動についてはあ原則として自由にしようではないかと。 あの人を選ぶ選挙と違いますので、えー、いろんな形があっていいと思いますし、また先ほど、あのいろいろ議論がありましたが、えー、むしろあの誤った言論であるとか、いささか行き過ぎた言論があったとしても、やはりそれは表現の自由で正すと、モアスピーチで正すということが、あまあ、あの民主主義の基本だという認識で、今の制度設計がされております。で、えー、ですので 私は先ほど足立委員からご指摘がありましたが、大阪維新の会の行動に対して、問題視をしているのではなく、なかなかその普通の言論と違いまして、電波を使ったものというのは、アクセスがしづらいものですから、ここについては別途検討が必要なのではないかというのが、当時からの議論でありました。 えー、そういう意味で、あのスポット CM に関しては、えー、一定の規制がありうるのではないかということが、当時からも議論がありましたあの、この審査会の中でも、表現の自由との関係でどうなのだという発言が出ておりますけれども、若干違和感を覚えております。と言いますのも、あの公職選挙法ですでに、えー、選挙期間中の投票勧誘行為というのは禁止をされております。えー、これを憲法違反だ と主張されれるのであればあの私どもの主張に対して憲法上どうなんだろうというのは分かりますけれども、そうした議員は提出されていないわけですから、あのそのことを理由に、えー、ちょっと難しいという話になるのは、私はいささか違和感を覚えているということでございます。またあの一方で 運動に関してではなくて、投票そのもののルールについては、これは公選法と並ばせるということで、制度設計化されているというのも事実です。あのそういう意味で、7項目についての提案は、それに揃えることだから、良いではないかと、こういうことだと思うんですが。 これはあの、ちょっと表では出ていないから、ご存じないかもしれませんが、あの筆頭間での協議の中でも、今回の7項目については、ちょっと質疑をちゃんとしたいところがあるので、ということはあの申し上げてまいりました。あの先ほど、本田委員との、相沢委員との質疑がございましたが、ちょっと聞いておりまして、若干残念な思いがいたしましたあの、しっかりとご説明いただければと思ったんですが、あの少し感想も含めて申し上げますと、 もともと公選法を作ったときにはあの、投票環境の向上であるとか、投票の機会の拡大、えー、ということで、議論がされていたと承知をいたしております。 ですので、先ほど本田委員から質問がされたような、あの投票時間が短くなるということは、おそらく想定していなかったのではないかと思われるのですが、その点についての確認だったと思います。あのご答弁がです、ね、公選法改正のときに特に問題視する意気がなかったと、こういう答弁だったんですが、そうではなくて、あの実際に作った後に現時にこういうことが起こっていることについて、どういうご認識なのかということだったと思いますし。 またあの、国延投票のことに関して申し上げると、先ほど場内からも不規則発言が飛んでおりましたが、あの選挙のときには、早期確定しなきゃいけないという要請が働きますので、多少短くなるということは、それは私も理解しますけれども、全く並びで,です、ね、あの国民投票のときにそこまで早期の確定が必要なのかということでいうと、むしろあの投票の機会というのは、今回、法律改正しなかったほうが、 長いのであれば、それについても検討する必要があるのではないかというのが問題意識であったと思いますので、あのちょっと今日の質疑では、かみ合ってないと私は、えー、感じました、またあの引き続き、えー、議論が必要なのではないかと思っております。えー、なお,あのお、これも、えー、従前から申し上げていることではございますけれども、えー、この審査会で先ほど、 えー、赤嶺委員からその付帯決議の言及がございましたが、えー、付帯決議ではなくて、国民投票法の不足で、あのお予備的および一般的国民投票についてが、この党委員会の、党審査会の宿題となっております。でえー、かつてのの議論の中で えーまあ、生命倫理に関することというのは、与野党の協議の中で、ちょっとどうなんだろうということになっていたことは承知はいたしておりますが、えー、実は私、昨,昨日、ですねあの法務委員会で生殖補助医療についての質疑をに立たせていただきました。なななかなか難ししいい議論があ,あります、えー、こうした生殖補助医療などについても ある意味、国民的なコンセンサスを得てということも必要なのではないかと昨日思いまして、こうしたもう一つ宿題がありますので、こうしたことについてもぜひ今後取り上げていただきたいということを申し上げまして、発言とさせていただきます、以上です。次に本村